グラニード城、このカラグリアを支配するスルド、リエゾの居城よ。こんな位置から見たのは初めてだ。あの城、そしてあそこにそびえる炎の門、あれこそがまさしく俺たちの打ち壊すべき壁だ。あれがある限り俺たちに自由はない。行くぞ。ツルクルは近づくと襲ってくるぞ。国は立つだろうさ。避けられる敵は避けていけ。全部を相手にしていたらキリがないな。賢明な判断ね。
いものいじめは好かんのだが。ガホー、石野郎の背後取れ。負けるものか。まだまだ上を目指す。変わった石だな。不思議な力を。できるだけ取っていきましょう。これはいいものが入ってたな。物資は貴重だ。見逃すなよ。分かった、覚えておく。ここらで一息入れるとするか。俺はまだいけるぞ。お前はそうかもしれんがな。幸い夫の気配もない。休めるときに休むのも生き残る秘訣だ。分かった。本来は交代で見張りを立てる。今回は俺が注意するから心配するな。こんな風に炎を見つめたことはなかった。なんていうか落ち着くな。のんきなものね。そこら中ズーグルがうろついているっていうのに。そう言うな。心を休めるのも大事なことだ。案外こいつは大物かもしれんぞ。ジルファはどうして俺が何者なのか気にしないんだ。してほしいのか。いや、そういうわけじゃん。ただ、お前は自由に生きるために戦うと言った。今肝心なのはそこだけだ。それに比べればお前が実はレナだったとしても大した問題じゃない。レナ？俺が？何者かわからないってのはそういうことだ。だがそのレナのシオンとも現に手を組んでいる。ならお前がどっちだろうと同じことだ。全てのレナを敵視しているわけじゃないのか。俺たちは何もレナを皆殺しにしたいわけじゃない。自由のために必要なら武器を取るというだけだ。それに俺たちに賛同しないダナだってたくさんいる。ダナ人の中に敵がいるのか。そうじゃない、味方じゃないってだけだ。10人いれば10人の、100人いれば100人の事情がある。よくわからないな。だったら
今はやるべきことだけに集中しろ。だがその時が来たら自分の頭で考えるんだ。なぜあなたの手には傷がないの？傷？何の話だ？紅のカラスのダナ人たちは自分でコアを取り除いたんでしょ？なのにあなたの手にはコアも、それを取り除いた跡もない。なぜ？それは覚えていないんだ。何も。本当なの？その仮面、通覚のこと、それに剣の扱いや身のこなし、何もないはずないわ。嘘ついたってしょうがないだろう。俺だって自分が誰なのか知りたいさ。だけど思い出せないんだ。それにそんなこと気にしている余裕もなかった。だからって。お前は俺たちに何もかも話したのか？ジルファ、隠し事をしながらの詮索は嫌われる。ジルファは尋ねないんだな。必要と思えばそうする。実際お前は謎が多いからな。だが好奇心を満たすだけのために立ち入る気はない。何か思い出した時、お前にその気があるなら話せばいい。差し当たりそれで十分だ。ああ、分かった。ねえあなた、痛みを感じないっていうのは本当なの？そんな嘘ついてどうする？気になるのか？いいえ、ただそのどういうものかと思って。奴隷としてはいいことと悪いことがあるな。いいのはレナ兵に小づかれてもちっとも答えないことだ。悪いのはそれで怪我をしても自分じゃ気づかないから、下手するとそのまま死んじまいかねないってことだ。し、そりゃそうさ。感じないだけで別に不死身でも何でもないんだ。だけどそんなことすら言われるまで気づかなかった。俺が今生きているのは全部奴隷仲間のおかげさ。マスターコアか。なるほど、スルドの兵隊が躍起になって追いかけるわけだ。それが彼女の胸の宝石の名前なのか？そうか、お前は記憶がないんだったな。知る機会もなかったか。お前は俺たちダナが日々何のために働かされているか考えたことはあるか？そう言われると、資源を採掘するためだろうとしか。本当に資源だけが目的なら
レナの技術でもっと効率よくやれるはずだ。わざわざ人力に頼るんじゃなくな。いいか、連中が本当に求めているのは資源なんかじゃない、精霊力だ。物や生命に宿る精霊力をあらゆる形で絞り取る。それがこの300年間レナ人がダナで続けてきたことだ。そう、物質からは機械で、ダナ人からはコアを通じて、そして集めた精霊力は修霊機を経由してマスターコアに蓄えられる。だが何のためにそんなことをするんだ。精霊術を使うためにそこまでする必要があるのか。王を選ぶためよ。王ってレナの王様ってことか。そう、5人のスルドがあらゆる手を使ってマスターコアに精霊力を集める。そして期限までに一番たくさんの力を集めた者が次の王となり、レナ本国に君臨する。それが数年おきに繰り返されるレナのスルドブリカ。要するに俺たちダナ人はレナの王様選びのための生贄で、マスターコアはスルドが力を溜め込むための器というわけだ。冗談じゃない。じゃあ俺たちはそんなことのために死んでいくのか。落ち着け、頭にきてるのは別にお前だけじゃない。前置きが長くなったが、俺が聞きたいのは別のことだ。レナ人のお前がなぜマスターコアを盗んだ。それとあの炎の剣は何だ。あの剣はマスターコアの精霊力が実体化したものね。どうして剣の形を取ったのかは私にもわからない。本当よ。あの剣を使うにはお前の許しがいると聞いた気がするが。私はマスターコアの活動をある程度抑えることができる。精霊力の供給がなければ剣は権限できない、そういう意味よ。それでお前の狙いは何だ。スルドでもないのに王になろうってのか。全てのスルドを倒すこと。まさかレナ人の口からそんな言葉を聞くとはな。いいだろう、どのみち俺たちは戦い続けるしかない。あの炎の剣があればいくらか勝機も見えてくるってもんだ。ただしお前たち二人が揃えばの話だが。いいわ、あなたたちが私に協力するというなら。俺は正直まだ混乱してる。だがまた奴隷に戻るくらいなら戦う。決まりだ。スルドどもを倒すために俺たちは協力する。とはいえまずはビエゾーからだ。いいな。この先のウルベザクに別の隠れ家がある。同志たちとはそこで落ち合う手はずだ。俺たちも向かうぞ。何？ぶしつけな視線はやめなさい。前にも聞いたが、
本当に俺と会ったことはないんだな。あのね、いいこと。私はレナ、あなたはダナ。それに私はレネギスにいたの。あなたが記憶を失う前にどこにいたにせよ、出会いようがないわ。レネギス、あの空に浮かんでいるあれか。レナ人の城だとは聞くが、本当に人が住んでいるのか、あそこに。私たちがどこから来たと思っているの？スルドブリガの旅に降りてくるのだって見ているはずよ。何年前のことなんだ、それは。今回のスルドブリガは7年目になるはずだけど。じゃあ覚えてないな。あなたが覚えているのは何年前からなの？1年くらい前だ。そこで毒に拾われた。1年。悪いけど、それならやっぱり会っているはずないわね。そうか。見かけたら取っておけ。食い物か。助かるな。まったくね。今の私たちでは厳しいわ。Thank you.
明らかに他と違うな。のだ、心決めろ、決めてやる。くらえ、次終わりだ。現在離れんか。こいつらが丸々と厄介。打ち抜く、はっと、くらえ、打ち込む、はやーだ。現在ガホー、どう終わりだ。くらえ、やっ、決めてやる。昇竜族、うん、当てる。くらえ、そう大したもんだ。珍しい鳥だ。フクロウ、古代ダナを象徴する鳥ね。回ってきたな。さっさと片付けましょう。はい、やっ、勝利と、マグナレイト、うわっ、トラッツ、次終わりの必要、トクラッツ、アフライト、決めてやる、やめろ、くらえ、決めさせる、マグナレイト、くらえ、はぁ、行くわよ、トクラッツ、さらに打ち込む、片付いたわね。行きましょう。ああ、問題ない。片付けましょう。
っけねえもんだ。着いたぞ、ウルベゼクだ。レナの装甲兵の姿が見当たらないな。俺たちに比べてレナ人は頭数が少ないからな。こういう寝起きするだけの場所は巡回はしても常駐はしない。ここに次の隠れ家があるんだな。そういうことだ。お膝元に俺たちがいると知ったら連中も驚くだろうよ。他に誰もたどり着いてないなんてことになってなければいいけど。ジルファ、杞憂だったようだな。行くぞ。